手裏剣の場合はですね、結構指のコントロール、指の操作ですね、指のオペレーションにかなり依存するところがあるんで、こういうタイプのだとやりやすいんですよね、完全な手袋より。だからまあちょっとした欠点ですね、手裏剣の指を使うってことが、こういう中では不利です。次はですね、ラルフソーン氏が設計したナイフですね。これだとですね、指の、オペレーションではなくて、これはまあ添えてあるだけで、主に、手のひらの、威力で、前傾姿勢で飛ばすんですよね。この場合には前傾姿勢で飛ばすんで、こういった手袋をしても影響を受けにくいです。これでやっています。距離4件です。もう一回ちょっとですね、いつも自分が慣れてる方の剣を使います。これで4剣から、人差し指をほとんど使わないやり方ですね。まあ直進打法にかなり近いですけども、これこういうふうに指先のセンサーの操作に依存しないとですね、ラルフソン氏のホールドのやり方で投げるとこんなふうになるわけです。まあ本日の最後のおまけですけれども、吹き矢でブローガンですね、ろうそくを消します。距離は、じゃあもう距離7件ぐらいにしてみます。ちょっと難しいんで。